12レース優勝戦1号艇桐本泰富選手にお話を伺います。よろしくお願いします。はい、お願いします。昨日の準優勝戦はインコースからのゼロ台のスタート、はい、よかったです。切れなくて、はい、でもそれはもう思いっきり行こうっていう作戦だったんですか？まあスタートだけは、はい、しっかり行こうと思ってました。そうですか。そのスタートに関しては今節はご自身のこうイメージ通りに行けてる感じですか？まあ若干ズレはありますけど、はい、それなりには行けてると思います。そうですか。さて船足に関してですけれども、今シリーズ通して船足どう評価されますか？そうですね、伸びは普通で、まあ回り足がとかがいいかなっていうぐらいですね。はい、そうですか。回り足にはこう思い切って回れる感じはある？まあ気温によってまちまちなんですけど、合えば、はい、悪くないと思います。そうですか。こうかかりとか向きも。そうですね。ゲストの皆様に最後に一言いただきたいと思います。そうですね、まあ自分自身もそうですけど、皆様にとってより良いお年でありますように。せーの2号艇桑原正光選手にお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨日の準優勝戦は安定板が外れてのレースと、はい、いうことになりましたけど ね、はい、準優勝戦はいかがでしたか？調整面も含めて。はい、やっぱり急に外れて、ちょっとバタバタしましたけど、はい、周りもバタバタしてたっていうのと、もともとエンジンがいいんでストライクゾーン広いと思うんで、その分ちょっと助かったかなって感じですね。あ、そうですか。はい、モーターに関してはいいなっていう手応えは、はい、もう序盤から感じてらっしゃる。はい、もちろん、まあ、ぴったり合ってるっていう感じではなかったですが、でもエンジンに助けてもらってますね。あ、そうですか。はい、じゃあ調整としてはもうしっかり合わせる作業になりそうですか？はい、もう3日目後半からずっと微調整で気温に合わせてちょこちょこですね。はい、今日もそのままだと思います。はい、わかりました。お久しぶりの、ね、輸出ということですけれどもね、はい、最後にゲストの皆様に意気込みを頂戴したいと思います。はい、今年1年いい形で締めくくりたいと思います。応援よろしくお願いします。3号艇中村博信選手にお話を伺います。よろしくお願いします。はい、お願いします。昨日の準優勝戦はもうスタートから一気にまくっての一着でした。うん、ちょっと予定外だったですね。内側が遅れたんで、まあ、ラッキーでした。まあ、それでこう4連勝になりました。そうですね、はいはい、ね、やっぱりこの着の変化はモーターの手応えの変化と合ってますか？そうですね、はいはい、ピストン変えてからすごく良くなったんで、はい、良くなったというか、まあ、随分あんまり良くなかったのがいい状態になってきたんで、はい、ね、良かったです。万が一こうコース動いてきた時っていうのは外からの動きはいかがですか？ですね、いや、もう枠は主張するつもりでいます。うん、まあ、あとはスタート遅れないようにですね。はい、はい、分かりました。2016年を締めくくる、そうですね、最後のレースになります。最後ですから ね、 ね、まあ、精一杯頑張りますけど、はい、はい、じゃあもう一言ゲストの皆様にお願いいたします。はい、バッチリペラ合わせられればチャンスあるかなと思ってます。頑張ります。応援してください。4号艇萬正嗣選手に話を伺います。よろしくお願いします。お願いします。昨日の準優勝戦はトップスタートからのまくり差し。そうですね、うまいこと展開つけたと思います。そうですか。仕上がりとしてはどうですか？そうですね、節感通して乗り心地が合ってると思うんで、うん、はい、レースしやすいですね。じゃあもう思ったような狙ったところにターンもできる感じですか？そうですね、ちょ操縦性がいいと思います。あ、そうですか。はい、それ以外の船足というのはいかがですか？その乗りやすさがつながって出足関係も、はい、しっかりしているなと思いますね。うん、スタートに関してはご自身の感通りいけてらっしゃいますか？ちょっと展示と本番の差があるんで、ええ、修正しきれてない気がします。あ、そうなんですね。昨日の準優勝戦はもうドンピシャ。昨日は、はい、いいスタート行きましたね。ああ、そうですか。じゃあ今日もこれぐらい行ければなっていう感じはありますか？しっかり1マイル付近行ければいいかなと思います。はい、地元でのね、今年最後の優勝戦になります。最後にゲストの皆様に意気込みお願いします。はい、最後びっちり締めたいと思います。お願いします。5号艇田中剛選手に話を伺います。よろしくお願いします。はい、お願いします。昨日はキャブレターも交換がありましたけれども、道中変化などはいかがですか？一回変えたのは戻しただけなんですけど、ね、足色は変わらないですね。あ、そうですか。はい、昨日の準優勝戦は空いたところ一幕差してという展開でしたけれども、はい、準優勝戦走っていて雰囲気いかがでしたか？まあ、自分の
思ってるセッティングにして、まあ、正解だったんですけど、うん、まあ、展開が良かったですね。あのスリットまでの行き足関係どうですか？スタートも思ったより届いてなくて、まあ、厳しいですね足は、はい、となると5枠からの戦いですけれども、進入とか何か考えてらっしゃいますか？枠なりを考えてますけど、まあ、展開向かないと優勝は難しいかなって気がします。わかりました、はい、ではね、大晦日の最後の優勝戦となりますゲストの皆様にメッセージいただきたいと思います。ちょっと足は弱いんですけど、まあ、あの展開つけるように、いいレースします。応援してください。優勝戦6号艇八津幸宏選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、あの新しいプロペラに変わってっていうのはいかがですか？変化は？変化はないですね。あ、そうですか、はい、あの変わる前もちょっと劣勢な感じっていうのはあったんですか？ ありました。はい、そうですか、うん、昨日の順位総選はでもただこうバックストレッチはこう追いつく感じとかは、まあ、そうですね、3号艇よりはちょっと良かったですね、うん、はい、まあ、そこからこう2枠を回ってということですけど、じゃあ今日優勝戦に向けてとこう作業は必要になりそうですか？そうですね、ちょっといろいろやってみます。あ、そうですか、はい、コースに関してはいかがですか？6号艇ですが、まあ、出てからですね、はい、これまでピット離れとかどうですか？普通ぐらいですかね、うんうん、じゃあ、まあ出てみてどうかというところでしょうか、はいはい、スタートに関してはいかがですか？ご自身の勘と比べて。そうですね、自分の勘よりはちょっと届いてないような感じがします。わかりました。2016年を締めくくる最後の優勝戦となります。最後にゲストの皆様に意気込みをお願いしたいと思います。はい、一生懸命頑張ります。